玉川開催の2日目、中盤カードは今度男子予選の8レースです。ここは出場選手1号艇が古賀茂樹、2号艇馬場剛、3号艇今村豊、4号艇後藤博史、5号艇吉永博則、6号艇金子拓也、この6名です。待機行動は枠なりで進んでいます。さあ、初日着をまとめておりました人気どころの一人、1号艇古賀の陰線です。今日はこの1走にかけます。2コースに2号艇の馬場剛が進んでいます。そして3コースになっていきそうですか。ここは3号艇の今村豊、昨日は1回乗り、この今村グリップの効いたというようなターンで、引き締まったターンで2着の活躍としておりました。残りの3艇ダッシュ戦です。4コースに4号艇後藤博史がいます。続きまして5コースに5号艇吉永博則、前半カードは道中2番手さばいてものにしておりました。あとは6番の金子拓也です。6コース初日連勝を決めていた1人、金子です。枠なりで3対3、8レースの予選です。新入員から123ダッシュが456です。スタートが切られていきましたが、古賀選手が現在立ち往生となっています。一周一マークの方では2番の馬場が回っていきましたが、3番の今村が内を通っていきまして、先頭争いとなっています。なお、ここでお知らせがあります。ただいまのスタート1番の古賀ですが、変換欠場、1番の古賀は変換欠場となります。投票権は大切にお持ちになっていてください。ホーム側へと先頭3番今村、先手の前で戻って外を続いた2番馬場です。あとは4番の後藤がすくい込んでいきまして、上昇3番手としています。なお、繰り返しになりますが、このレースは1番変換欠場となっておりますので、投票権は大切にお持ちになっていてください。バック側へと各選手が抜けていきました。後ろ2人が5番の吉永、そして最後方となる6番の金子です。各選手はこれより2周2マークの旋回体制へと移っていきます。トップで3番の今村、続いて2番の馬場、あとは4番の後藤です。後方で5番吉永、そして6番の金子と続いています。各選手が最終周回へと移っていきました。各選手周回重ねております。最終バックへ抜けていきますが、上位の体勢変動はありません。3番2番、4番となっています。繰り返しになりますが、このレース1番古賀は出遅れによる変換欠場となっておりますので、投票権は大切にお持ちいただきたいと思います。さあ、最終コーナーは3号艇の今村豊、トップのまま戻ってまいりました。今節初勝利ということになりそうです。第8レース、まもなくゴールです。先頭から3番今村、2番馬場、4番後藤で五輪、後方が5番6番で五輪。以上、第8レース予選競争、このレース1番古賀出遅れ変換欠場です。